私の記憶が確かならば。ちょっと乗せて。ビビンパの完成でございます。本当に簡単ですね。簡単ですよ。天の飯。まあ本当にね、夏で暑い中ね、いろいろね食べるの大変だと思うんですけど、食欲がない時はやっぱり辛いもの、ビビンバみたいなね、ああいうさ、ご飯もかっくらって野菜もいっぱい取れるっていうの、あれが簡単にできたらいいのにって。結構みんなにいろいろできるんですよ。これがね、なんと私考えちゃいました。今回野菜ミックスでもうちょっとコストをかけないでやっちゃおうじゃないかと。これをねもうチンして、これをナムル風にしてもう、簡単ビビンバを作ろうじゃないかということでございます。用意したのは、野菜ミックス、おろしにんにくとコチュジャンですね。豆板醤はもう本当にね小さじ1もないぐらい、白ごまはスプーンにファーって感じですね。ごま油は大さじ1ぐらい回しましたかね。天の飯ということで、まずはねこれをねシニャッとナムル風に仕上げたいので電子レンジにかけちゃいますね。だいたい2分ぐらいですね。ついに、だからこの電子レンジを使ったり包丁を使ってしまったので、今回はズボラ飯ではないです。天の飯。なかなか、あっちょっとあっちょっとなっあっこれさ、ちょっと水を出したいんだけど、あ、ここをねちょっと流したいですね。ということで、ここにこれでね、今ねニンニクをね、これがだから小さじ2ぐらい、大さじ1はいってないと思うな。でここごま油ひと回し、ちょっと美味しいお塩なんぞ、ちょっと旨味が入ってる方がいいと思うんですよね。もうねこれでね美味しいはずよ、私の記憶が確かならば。絶対私の記憶が確かならば、うん、じゃあ野菜炒め、うん、でごまをもう入れちゃいますね。ごまはどれぐらいですか。ごまはこう小さじ1ぐらいですかね。はい、これでもうあとご飯を、あ、使っちゃってんすよ。え？なんかおかしいなと思ったんだ。いいのかなと思ってたんだよな。気づいてた。俺が一番最後。なんかこれでご飯混ぜると味が染みるとか。違う。ただのミス。天の飯。これをがっつり乗せますよ。うわ。これに甘味噌をちょっと乗せて。それで辛味の欲しい人。豆板醤をちょっと乗せると、これにて簡単ビビンパの完成でございます。簡単ですよ。チンする時間がなければこれもズボラ飯でいけてたと思います。電子レンジとかも使っちゃったからね。本当のズボラはこんな人たちだから、こんな人たちで何もしたくない人たちだから、食べるのはうちの事務所のコリアンゲオーコちゃんです。なん久しぶり。おいしそう。マシケッター。おお、マシケッターっていうの。おいしそう。おいしそう。ちょっと混ぜてみます。マシソヨだもんね。わあ、おいしい。おいしいです。マシケッター。マシケッター、おいしそう。チャンケスミダー。お、いただきます。はい。おお、どうぞって言いたいけど、すっご
大口だ。うん。ちんちゃんマシストよ。おお。美味しいです。本当。あの野菜のシャキシャキも残ってて、ね、ごま油とごまの風味もあって、で辛さがあるんで熱くても。あの進みますね。よー嬉しいね。素晴らしいです。また来週。韓国語で韓国語。ドバよ。だね。チャームおすすめだ。誰か役出せる。無理だな。こうちゃん電話するわ。天の飯。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。